夏休みキッズの皆さん、こんばんは。私の名前はおーちゃんと言います。前回に引き続き、今回もカブトムシ、クワガタムシの捕まえ方を皆さんに指導していきます。前回の動画では昼間の下見編ということでね、昼間この雑木林に来まして、どこに樹液が出ているかとか、どんな地形になっているかですとか、あとはね、どんな虫がいるか、カブトムシ、クワガタムシが生息していそうかなどなどね、いろいろ下見で偵察しまして、で樹液が出てるポイントいくつかありましたね。クワガタムシもいましたね。カブトムシもいました。カブトムシやクワガタムシは主に夜活動しますから、ですからね、今ね、日が沈んで暗くなったところですから、これから活発に活動しますから、これからの時間帯が一番暑い時間帯ですね。気温が高くて昼間のこの熱気が残ってて、なおかつ暗くなったばっかりっていうね、この時間帯がやっぱ一番ホットですからね、いろんな意味で。このホットな時間帯にカブトムシ、クワガタムシを探していきましょう。あんまり遅くなるとやっぱりね、大人の人にも怒られちゃいますから、お家のね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんがやっぱ心配しちゃいますから、やっぱ行く時はね、早い時間に行った方がいいですよ、なるべくね。今8時ぐらいですけど、8時ぐらいに行っときましょう。とりあえずね、下見でね、カブトムシ、クワガタムシが生息していることはもう分かってますから、いるのは分かってますから、あとは見つけて取るだけです。昼間の間にチェックした樹液が出てる木に行って、それで樹液に来ている虫を捕まえましょう。絶対カブトムシ、クワガタムシいますから、ここはいるのは明白ですから、あとはもう捕まえるだけ。行きましょう。今ね、ここにクワガタがいました。ほらほらほら、ここここここ、これね、おるおる、なんかおるよ、クワガタが。早速でクワガタ発見しました。あ、おったおったおった、ほらほらほら、これ、お、しまった、どこ行った。これスジクワガタですね。コクワガタに似てますけど、コクワガタはここの歯がね、一本チョンってなってるのに対して、スジクワガタはペタッとね、ちっちゃい歯がちょんちょんと2本出てますね。これがね、スジクワガタの特徴です。スジクワガタですね。とりあえず確保しときましょう。確かここの木も樹液が出てましたね。あ、おった。おったおったおった。本株、カブトムシ。本株。カブトムシ、しかも赤い。赤いブリブリの。どうでっかいのが。いくよいくよいくよ。これもう手で取れますから、手で。いくよ。ほい。よっしゃ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 。本株取った。ブリブリの本株。ブリブリ。ブリブリですよ。ほらほらほら。見て、ブリブリの本カブトムシ。ブリブリ。おっしゃ。これはでかいぞ。ほら、ぼやたち、お嬢ちゃんたち見てごらん。これがカブトムシですよ。本株。どでっかいの。よし、これ確保ね。こっちメスがおったよ、メス。カブトムシのメス。うブリブリや。ブリブリのカブトメス。やっぱ夜はおるね。ここのね、茂みのとこも、おっ、おった、コクワ、コクワガタ、よし、コクワガタゲット、コクワガタ。カマキリがおる、カマキリが。よっしゃ、カマキリ。見えとんのかな、カマキリ。目が黒いね、闇目ですね。こいつはオオカマキリ、羽が黒いんでオオカマキリです。オオカマのオスやな、多分オオカマキリのオスですね。もうカマキリの成虫が出てくる季節になったか。秋が近いね。ヒラタクワガタがいました。ヒラタクワガタ、ほい、捕まえた。ちょっとちっちゃいな。ちっちゃいヒラタはね、こうやってツヤツヤしとんやな、表面がツヤツヤ。ヒラタですね、可愛いですね。コクワが喧嘩しとるだ。コクワガタが、ほら、喧嘩しとる。お、お、お、喧嘩しとる、喧嘩しとる。ほら、争ってますね。どうかな、この木は。この木はどうですか。お、キシタバがおるね。これキシタバっていうがですね、何キシタバかな。種類がもうちょっと色々あるんやけど、種類までは分からんけど、キシタバの仲間ですね。夜は夜でこうやってね、樹液にやってくる虫がいますからね。こういうガが結構目印になるんですよ、夜は。夜はね、ガがこのヘッドライトの明かりを反射して光るんですね、ガの目が。ガの目が光りますから、それが目印ですね。これはフクラスズメかな。あ、見て、マイマイカブリがおる。マイマイカブリ、マイマイカブリもね、結構樹液に来るのよね。
カタツムリを食べるんやけど、樹液もね結構好きらしくて、樹液なめ液ということがある。うわっ、ちょっと、ムカデおる、巨大ムカデ、プリプリの巨ムカデ、うお、巨ムカデがおるわ。なんか狙っとるな。樹液に飛んでくる虫を捕まえようとここで待ち構えとんやな。樹液に来る虫を食べる虫もいますからね。まあムカデは昆虫ではないんですけどね。ああ、ここにクワガタがおったよ、クワガタが。よし、出ろ。お、お、でかい。でかい。ほら、ブリブリの巨大コクワ。でかい。コクワとしてはかなり立派。ブリブリの巨コクワですね。またなんかいますね。小型のクワガタ虫が。お。捕まえた。ミニコクワですね。うわー、ムカデがうろう中に頭突っ込んどる。なんか虫捕食しとんのかな、中で。えぐいね。なんか小型のクワガタがいますね。小型のクワガタが、ほらほら、お、出てきた。よっ、なんや、平田や、これ超ミニの平田、ミニ平田、かわいいね。またクワガタがおった。よしコクワや、コクワ多いな、ここコクワは多いな。お、カブトメス。下にムカデがおるけど、気をつけてね、ムカデは。よし、カブトメス捕獲。またカブトムシおった。カブトムシ、待て。ほら、メスやけども。ブリブリ、でかい。どでっかい。メスが多いな。オスまだ1匹しか取ってないぞ。ここもメスや。メスが多いな。あ、あの高いところにオスがおる、カブトオスが。カブトオス、ちょっと蹴ってみるか。よし、その辺に落ちた。よしゲッツ。よっしゃ、捕まえた、カブトオス。まあさっき捕まえたやつに比べたらそんな大きくないけども、真っ赤っかのカブトオス、ゲッツ。あ、クワガタがおるな。なんかこれノコギリのメスかな。ノコギリメスですね、捕獲。オスもおったわ、ノコギリのオス。めちゃくちゃ大きくはないけど、まあ中型ぐらいかな、中型ぐらいのオス。わあ、待て、捕まえとこ。捕まえました、ノコギリ。かっこいいね、ノコギリクワガタ。ブリブリ。あ、おった、オスのカブト、おった、カブトオス。よし、カブトオスゲッツ。ブリブリ。あの上のとこにペアでおるな、捕獲するか、ちょっと。よし、入れ。こういう場合はね、捕虫網で取った方がいいよ。お、待った、メスが、あ、メス、オッケー。メスはね、捕虫網入りました。あとはオスだけ。オスもこのまま下へ引きずり下ろしてこようか。こうやって。おし、入った。入りました。ゲッチュ、ペアでゲッチュ。うわぁ、メスブリッブリで。オスもどでっかいわ。大物です。なんかこんなとこででかいのがおったんやけど、飛んできたんかな。ガガオルね、ガガオルってことは樹液が出とるってこと。これは何かな、歯車トモエかな、多分トモエガの仲間。あ、ヘビトンボがおるね、ヘビトンボに。あ、ガガ結構おるね、目が光って。あ、許可ブト取っちゃる。よし、来い、降りてきた。よし、もう手でいけるやろ。よし、いた、確保。赤いね、ブリブリの赤カブト。よし、キャッチ。やっぱね、下見大事ですよ、皆さん。下見で出とるところを探しといたら無駄なく探せますからね。もうここは出てへんだっていうところはもう見てないから、俺もう樹液が出とったとこしか回ってないけど、でもそれでも取れるわけやからね。やっぱ効率よくね、暗い夜に見つけようと思ったら下見が大事なわけですね。よし、もっと行こう。ふくらすずめがいっぱいおる、ここ。ほら、いっぱいついてる。あ、上の方に、でもおる、カブトがおった。カブトがね、上の方におったよ。ほら。メスかな、メスやな。よし、はい。はい、ゲット。おるね、あそこ。よし。お。来い。よっしゃ、服に飛んできたぜ。服に飛んできた。ゲッチ、ブリブリ。ここのカブトはみんな赤いな、オスは。なんか餌の質かな、赤みが強い気がする。ほら、真っ赤。メスおったわ。
あ、ここにもおる。よし、いてててて、おわめすぼ、あ、ててててて、痛い痛い、手が痛い、手が痛い、痛い痛い、手が痛い、手が痛い、痛い痛い、手が痛い、手が痛い。なんか羽落としたと思ったら、折ったわ。ほら、樹液に飛んでくる時とかにね、ミスって不時着するやつとかおるからね、羽落としてなんかカサッと落としたら見てみるといいよ。カブトムシかもしれんからね。そこにね、カブトムシがいますね。カブトムシはメス。あ、オスもおった。ミニカブ。ほら、ミニカブト。めっちゃちっちゃい。でもこれでもオスですから、立派な成虫ですからね。おーった、おった、おった。カブト、カブト。カブト。イガや、これ。イガを見つけた。アケビコノハよ、これ。アケビコノハって言ってね、アケビの葉を幼虫が食べて育つっていう。うお、飛んだ、飛んだ、飛んだ。うお、飛んだ、飛んだ、飛んだ。うお、飛んだ、飛んだ、飛んだ。あ、上に巨カブトおる。でかでかでかい。よし、来い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 。よし、降りてこい、降りてこい。降りてこい。よし、よし、よし、よし。よっしゃ、よっしゃ。よっしゃ。取った。巨カブト、ゲット。うわぁ、ムカデが樹液吸っとるな、これ。樹液吸っとるでしょ、このムカデ。ムカデさんが樹液を吸ってます。ムカデにとっての樹液うまいんかね。なあ、これ絶対樹液舐めとるやろ。樹液を吸ってるんですね。樹液に来た虫食べて樹液吸って一石二鳥やもんな。めちゃくちゃ取れた。見て、大量。カブトムシのおしっこでケースがえぐいことになってる。ブリブリ。ほらほらほら、何匹取れたかもう数えてねえよ。もうクワガタもね、コクワとかノコギリとかね、もうノコギリクワガタとか取れたけども、ほぼほぼカブトね、ほぼカブトムシ。うわすごいわ。赤いと、赤いね、これ真っ赤っか。赤みが強い個体が多い。ブリブリの巨カブトです。ブリブリ。小屋たち見た？もう樹液あるとこ行ったら簡単に取れちゃうわけ、こうやって。ほんとにね、もう楽勝。簡単ですよ、カブトムシなんてね。カブトムシはほんといくらでもおるわ。クワガタはね、やっぱ発生場所がカブトムシよりも限られるから、カブトムシよりもちょっと個体数少ないけども。カブトムシはほんと余裕ですね。もういっぱい取れる。ですからね、夏休みキッズの皆さんも雑木林で、樹液が出てる木をね、何本も見つけといて、夜その樹液が出てる木を巡回すればいいんですよ。巡回したら、絶対カブトムシ来てますから。ね。で、ちょっと時間置いてまた見に行ったらね、また飛んできてたりしますから。カブトムシはね、活発に飛び回りますから、そこに来たやつ取っちゃっても、またしばらく時間置いたら飛んでくることがあるんですね。ですから、樹液場さえ見つけとけばね、そこを巡回することによって、こまめに巡回することで何匹でも取れるわけですね。ほら。ブリッブリ。巨カブトね、ちっちゃいのもあるけど、カブトムシとクワガタムシ。主にね、カブトムシが大量でございます。坊やたち見た？これがね、これが王ちゃんのカブクワトリ。本気のカブクワトリ。本気で取りたかったやっぱ夜ね。夜、カブトムシ。うわっ、カブトムシ、うわっ、カブトムシ、うわっ、一匹飛んじゃった。一匹飛んだ、一匹飛んだ、メスが。ケースはね、しっかり蓋しといてくださいね。今撮影のために開けてますけども、逃げられたくなかったらこうやってちゃんと蓋閉めてください。はい、わかったかな、坊やたち。カブトムシの取り方ね、簡単ですね。樹液が出てる木を見つけといて、夜に行くだけ、夜に巡回すると。何本も見つけておくことが大事ですね。樹液場が、樹液出てる木をたくさん覚えておけば覚えておくほど、取れる数が増えますからね。期待値増えますから、やっぱりね、算数の問題、数学の問題でね、たくさん木を知っておいた方がいいわけ。たくさん樹液出てる木を覚えておいた方が、たくさん取れますよっていうことね。そしたらね、こうやってクワガタとかも取れたりしますから。ノコギリクワガタとか。巨カブトムシとかね、いろんな生命体がいますから。お、ヒラタクワガタも取れたんですね。ヒラタクワガタとかね、いろいろいますから。こんなに持って帰っても買い切れないし、あとカブトムシね、ぶっちゃけいらないんでね、もう逃がしちゃいます。この場所もね、多分夏休みキッズがカブトムシクワガタムシ取りに来ると思うんでね、彼らのためにもうこいつらはね、返しましょう、返しましょう。おーちゃん別にカブトムシなんていらないんでね、やっぱり、ね、欲しい人のために戻しておきましょう。
皆さんもね、たくさん取れすぎたらいらない個体はもう逃がしてしまうとか、友達にあげるとかしてね、適正に処理してくださいね。飼い切れる分だけ飼ってください。はい、でそれではね、この子たち逃がして、おーちゃん帰りますね。おーちゃんの本気のカブクワって、はい、皆さんもね、この動画でしっかり勉強して、カブクワ、カブトムシ、クワガタムシ、夏休み、取りに行ってください。それではこの子たちは脳に放ちます。皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。ごきげんよう。はい。おい。はい。皆さん一目散に逃げ散っていきますね。し、いけいけ。いけいけ。おっしゃ。逃げろ逃げろ。すごいな。なんかえぐいな。これはこれで。よしよし。飛んでいけ飛んでいけ。し、お疲れちゃん。